まあ知ってっか。後ろに乗せたりするとさ、背中にギューってなるらしいんだよ。だからほら、あれだよ。すまん、先走った。要するにだな、バイクの後ろに女の子を乗せると背中に密着するらしいって話だ。いや、そこ言わせんなよ。まあつまりだな、これからの男はバイクだと思うんだよ。モテる男子の条件はズバリ行動力だろ。つうわけでこれお前にやるよ。免許取んねえか、相棒。まあ予算的に原付しか無理だけど、少しは行けるとこも増えんだろう。事件捜査中の俺たちに絶賛ふさわしいステータスだと思わない？チース先輩、林間学校なんすけど、なんか取り込み中っすか？ああ、ちょっとな、バイクの話。バイク？どっか潰すんすか？勝ち込みなら手伝いますよ。勝ち込みじゃねえよ。っていうか勝ち込みってなんだよ。バイクの免許取んねえかって話してんの。免許？先輩ら持ってないんすか？何？まさかお前、何気に免許を。ねっす、まだ15っすから。ねえのかよ。お前よくそれで賊とやり合ったな。どうやって追い回してたわけ？んなもんチャリで十分だろう。とにかくお前は密着計画には加えらんねえな。密着？なんすか密着って。声でけえよ。だからこれからの男のステータスに必要なのはまずバイクと。バイクと彼女だろ。さすがだな、相棒。いいだろ。先輩ら、免許でけえの取るんすか？なんかわかんねえけど、バイクと彼女ってことは二欠になるんすよね。原付き二欠禁止っすよ。ね、忘れてた。うっせえな、いいの。バイクあるだけで女子が寄ってくんの。そんだけで十分プラスだろうが。いいか、よく聞けよ。俺たちに彼女がいないのはこの町で出会いを待ってるからだ。小さな町でただ待ってたってなもんできなくて当たり前だろう。原付でもいいから、とりあえずバイクの魅力で彼女作って、いつかでけえバイク買って密着すんだよ。密着？それにほら、俺らのセンスってちょっと都会的なとこあるしさ、本気で出会いを求めるならもっと大きな街が舞台じゃないとな。恋にはタイミングってもんがあんだし、一日数本しかねえ電車なんて待ってられるか。バイクで颯爽と駆けつけて、近づく女の子にクールに声をかける。溢れ出す俺たちのフェロモンでたちまち仲良くなっちゃうわけさ。フィレモン。フィレじゃねえよ、里中かよ。フェロモン。俺調べによると、バイクは男のフェロモンを増幅させるナンバーワンアイテムらしいぜ。フェロモン。お前変態のリアクションだぞ、それ。だとごら。いいっすよ、だったらやってやるっす。辰巳幹事、男の魂、女どもに見せつけてやんぜ。こら、お前は無理だっつってんの。とにかく誰にも言うんじゃねえぞ。いろんなやつに真似されたら俺らのフェロモン薄まりそうだしな。つうわけで、相棒、免許のことおじさんに言っとけよ。うっす。お前じゃねえよ。てかお前のおじさん知らねえし。
俺は本気だからな。バイクあればいろんなとこ行けるし、絶対楽しいって。ああ、きっとかけがえのない青い春が俺たちを待ってる。ええ、そうっすね。おう、帰ってたのか。お邪魔してます。君も食べる？うなぎ。スーパーのだけだ。悪かったな。うまいっす。特売品とは思えないですよね。すまん、こいつ毎日カップ麺でな、ずるずるうるせえから呼んでやったんだ。強がっちゃって。本当は堂島さんも同僚と飯食べたかったんでしょ。バカ言ってんな。でもうなぎっていいチョイスだったでしょ。ななこちゃんも喜んでたし、お父さんの株もうなぎ登りなんて。滑っちゃったかな、うなぎだけに。いいからとっとと食え。はい。ななこちゃん偉いな。食べたらすぐ宿題なんて。せっかくのうなぎなんだから、もっとゆっくり味わえばいいのに。お前がサボりすぎなんだよ。少しは見習え。耳が痛いっす。どうした？バイク？原付か。そうか、お前の年ならもう乗れるんだな。けどな。まあまあお父さん、そう言わずに。ここじゃバイクも欲しくなりますって。君の気持ちわかるよ。同じ元都会人としてさ、電車だって少ないし、徒歩じゃいくらなんでも不便すぎるよね。でしょ、考えられないよね。そうは言ってもな。そういや堂島さん、前に言ってませんでしたっけ、若い頃はバイクで相当無茶を。アホ、余計なこと言うな。食い終わったらさっさと。ったく。俺だ。わかった、すぐ行く。酒飲まなくて当たりかよ。足立、例の資料確かお前持ちだったな。資料？ああ、あの不審者また出たんすか。いちいち口に出すな。戻るぞ。先に車乗ってろ。戻るって署にですか？まだ肝水が。バイクの話だが、自分で決めたことか？誰かに影響されたとかじゃないんだな。足がないと不便ってのはわかる。だが二輪は危険も多いんだ。わかるな。お前なら大丈夫だろうが、簡単に許すわけにもな。そんな顔するな。お前が本気なのはわかった。まずは免許だろう。無事に取れたらまた話を聞いてやる。じゃ、悪いが留守番頼むぞ。俺だけど、バイクの件どうだった？なんか気になっちまってさ。マジか？ならすぐ取りに行こうぜ。もう勉強しねえと。絶対一緒に合格しようぜ。
狙い通り揃って一発合格だぜ。つーか割に余裕だったな。ちょい気合い入れすぎたっつーか。こんちゃーす。仕事ですか？ガソリン入れにな。あとまあちょっとした野暮用だ。お前たちどこ行ってたんだ？七子みたいなこと言いやがって。デカの目を試すつもりってんなら、そうだな、そのなんとなく得意げな顔からするとどこだ？嘘ついてるやつのことはわかるが、お前たち二人が行く場所ってとな。免許っすよ、原付免許。揃って一発ゲットしてきました。お前もう取ってきたのか？原付は筆記だけだが、にしたって早すぎるだろう。やれやれ、これは姉貴をなんて説得するか考えておかないとな。免許証を持ってこられちゃダメなんて言えねえだろう。お前の熱意を信じることにするさ。やったな、お墨付き出たじゃん。俺も帰ってカタログ読み込まねえと。じゃあ明日学校でな。帰る前にちょっといいか？おい足立、満タンちょうど今終わったとこです。すまんな、付き合わせて。俺の愛車だ。バイク屋で直させた。年季は入ってるがなかなかいいぞ。ガソリン入れては見たが、まさか今日のうちに渡すことになるとはな。お前に譲る。わかるか、この辺の店じゃグリップギア扱ってなくて、こっそり職場の整備係に手伝わしたんだ。おっと、内緒だぞ。少女は難しい顔してばっかりなのに、すっかり優しいパパさんすね。うるせえぞ足立。すぐ怒鳴るんだから。けど僕らももっと小回り利く足が欲しいですよね。例の不審者だっていつ出くわすかもしれないんだし、プロ並みの撮影機材しょって天木屋からこの辺まで人んち取って歩いてるんでしょ。細い道も知ってるみたいだし、四輪だけじゃ。余計なこと喋ってんじゃねえ、車戻ってろ。ああ、なんだ、俺も免許取ったのはお前くらいの年なんだ。親に隠れて勝手に取っちまってな。乗り回してるとこ後で見つかって、親父にしこたまぶん殴られたよ。七子には言うなよ。認めた以上うるさく言うつもりはないが、くれぐれも安全運転しろよ。近場だけなら目をつぶってやる。約束できるか？男の約束だ。